こんにちは。英語コーチの香織です。Hey guys. 今日もポットランドよりお届けしています。えー、私はアメリカのオレゴン州ポットランドに在住をしていて、英語上級者の方がスピーキングの力を上げる英語コーチングを提供しています。今日はスピーキングの内容ではないんですけど、多読多聴する時のポイントについてお伝えしていきたいと思います。 はい、でこれ別にですねあの、英語上級者になりたいなら、多読多聴しようっていう動画を、去年か2年前くらいに作ってあの、そちらの動画もありますので、合わせて見ていただけると嬉しいです。でそこから時間が経っているので、今日はちょっとあの補足の内容ですね、さらに効果的にする内容をお伝えしたいと思っています。 で、えー、たどこ調するっていうことは、やっぱり、英語を理解する力を確実に上げてくれるんですよ。で、これをやっぱりやって、英語に慣れていくこととか、英語を処理できる力がつくことによって、あの、リスニングしたときも、英語を読んだときも、やっぱり、スルスルスルって理解できる。これ絶対必須なんですね。必須だし、ものすごく、ものすごい力をみんなに与えてくれるもの。 なので、そこを効果的にする方法についてお伝えしていきます。午後お伝えしていきたいと思います。で、こういう感じで、英語もすごくレベルが高くて、さらにどんどん英語の力を上げていきたいっていう方には、英語上級者チェックリストもプレゼントしていますので、下のリンクより登録をして受け取ってください。でこれは、あの、私自身も英語上級者の方いっぱい 指導してきて、英語上級者ってすごく英語を使えている方って、こういう力がついてるよねっていうのを、スピーキング、コミュニ会話、スピーキング、会話、クリア、英語のクリアさ、普段やっていること、そしてマインドセットっていうことで、5つの項目に分けてチェックリストをつけていますので、ぜひ自分の今の現状と照らし合わせて、他にできることはないかなっていうところをね、ヒントにしていただきたいなと思います。はいはい。では、えー、最初のポイントからいきますよ。 ちなみに、あの、多読多聴っていうのは、まあ、簡単に言うと、英語をたくさん読んで、英語をたくさん聞くっていうことです。そのまま文字通りですね。はい。で、それをやるときの、あの、ネタのチョイスとして、えっ、ー、と、ぜひしない方がいいこと。これが、一つ目が、きれいなものばかり聞かないっていうことですね。うん。で、これ、英語上級者だったり、英語レベルが高い 人でさらにもっと伸びていきたいっていう時になかなか伸びていかないポイントにもなると思うんですね。例えばば英英語語を始めたかかかりののの初級の頃ととはあの教材の英語とかを聞くだけれども、えっと、もうそれ教材の英語とかがあの8割とか9割とか10割理解できていてで,でもリアルな英語を聞くと聞き取れない早くてついていけないとかボソボソして聞き取れないなんていう経験はないでしょうか うん、でそういう方こそ綺麗、えー、なものばかり聞くのをやめるっていうのは一つですね。うん、でやっぱり綺麗な英語を話してくれる人ってあの全員じゃないし割とアメリカに住んでても別に、ね、あのそうじゃないんですよね。うん、だからあの例えばニュースキャスターのようなはっきりした あの話し方とか教材のような話し方をする人って日本人でもあの日本語の教材で日本語のニュースキャスターって少ないですよね。こんにちはとかっていう話し方とか私たちの話し方ってニュースキャスターと全然違いますよね。本日のニュースをお伝えしますとかってやるとやっぱりかしこまるじゃないですか。でなんか自分でやっててあのなんか違和感あるなっていう風に感じると思うんですよ。だからそういう英語ばかりを聞かないっていうところが大事です。 例えばあの、分かりやすい例で言うとあの、日本人を学んでいる海外の人がいるとしますよ。例えば、わかんないス。スリランカの人がいるとします。でスリランカの人が英語じゃなくて日本語大好きで、日本語の教材とか、日本語の綺麗な英語あ、日本語ばかり聞いて学んでいたとします。でも、多分実際に、例えば日本語のカジュアルな会話とか、飲み会の場とかに参加したら、 あれ聞こえないっていうこと起きてくると思うんですよ。ずっと綺麗なのばっかり聞いてると。リアリティの日本語とかけ離れてますよね。うん。だから、ある程度聞けてる人はもう、綺麗じゃないものを聞いていくっていうのが大事です。はい。なので、えっと、特に、 聞きやすい英語っていう観点。例えば、じゃあ、ポッドキャストとか YouTube を選ぶときに、自分が知りたい内容だからではなくてあ、この人の英語聞き取りやすいからとか、わかりやすいからっていう観点でもし聞いてるとしたら、そうじゃないものをちょっと増やしていくといいですね。例えば、ボソボソっとした人の話し方だったり、あのー、うん。 例えば複数名がこう飛び交って話しているような雑,雑音っていうかそういうガチャガチャした感じのあのマテリアルだったりとかそういうのも増やしていくといいんじゃないかなと思います。うん、これはポッドキャストと YouTube でかなり見つかっていくと思います。でそちらの内容と関わっているのが2つ目のポイント、えー。性別を偏らない。これ大事ですね。性別。これ私も含めて特に 女性はやってしまいがちなのが女性のものばっかり聞いてませんか例えば、えっと、海外ドラマとか映画とかもどっちかというと男性向けっていうよりかは女性向きのなんか女性が主人公でとか女性のライフスタイルの内容だ,だったりとかあの、ポッドキャストとか YouTube もその女性、女性、女性って結構女性選びがちなんですよね。 で日本語でももちろんそうだと思います。で、それはいいんですけど、あの、この間お話ししたそのリスニングの悩みがあるっていう相談に来てくれた受講生さんも、聞いてるものを聞くとほとんど女性っていうことを言ってました。なので、性別を偏らないで女性は特に男性のものも入れていくで。男性は特に男性のものばかり聞かないっていうのも大事かなと思います。うん。でですね、私も今聞いているもの、 家族たちををしていいるるものの考えると男性の方が圧倒的に多いんですよ、ね、でもたまたまなんですけどたまたま知りたい内容の著者とかあの発信している人が男性だったっていうだけだけれどもやっぱりそういうふうに男性のものを聞いていくと男性と話した時に、うん、と困らないというか例えばうちで言うとアパートのメンテナンスのおじさんとか、うん、と買い物に行った時のその 男性とか、うんと、なんかそういう感じで普通に男性と喋った時に分からないっていうことがかなり減ったかなと思います。なので普段からそういう一問も 一のポイントも入っていくんですけど、まあそういうボソボソしたものを聞いたりとか、性別もこうまんべんなく聞いていったりする方が、あの、いいかなと思うんですね。じゃないと、あの、普段やってないことって、いくら多動く多調していても、普段そこから離れてれば離れてるほど、例えば男性の英語から離れてれば離れてるほど、えー、ボソボソしてる英語から離れてれば離れてるほど、いきなり来た時にわってなってしまうので、そこを縮めていくといいと思います。 はい。では、三つ目のポイントが、えー、あ、そうそう。何かを理解するための内容がいいですね。うん。で、あの、海外ドラマとか、えっ、ー、と、ネットフリックスとか、う、え、ん、ー、と、英語と映画とかっていうのもいいと思うんですよ。で、私もだ大学生とか日本にいた時は結構それ中心にやっていたんですね。で、アメリカに来てからは、 ま、テレビがなくなったので、あ日本にいた時もテレビはなかったんだけど、あのアメリカに来てからはそのテレビがないっていうのもあって、どっちかというと、その耳だけの聞いている媒体ということで、スマホとかあのパソコンで聞けるものを聞いているんですね。でそうすると,、えっと、オーディオブック、まあ、要書うん書、ブログ記事、YouTube、p o d キャストあと英語で学ぶ講座とかオンラインコースとかもありますよね。そっちの内容の方が、えっと、海外ドラマとか映画とかネットフリックスより圧倒的に多いです。多分90%くらいがこっちの方の内容なんですね。 で、それで多読多聴することと、その映画とかドラマを使ってリスニングすることの効果って結構違うんじゃないかなと思って、両方それぞれ良い,い効果があります。で、その、あのー、この何かを理解するための内容っていうのが、つまりは何かのテーマについて話された、まあ、それこそテッドトークかもしれないし、ポッドキャストかもしれないし、YouTube とかオーディオブックですよね。 じゃオーディオブックだったら、自己啓発の自己成長の内容についてかもしれないし、お金の増やし方についてかもしれないし、うんと、なんか、なんとかの生き方とかそういうことに関して、心理学についてとかかもしれないし、あの、大体テーマがあって聞いていきますよね。で、これを多読多聴に取り入れるのがすごくいいと思っているんですよ、私は。 なんでかというと、その日本語の内容を考えたときに、日本語でじゃあ本を読むって考えたときも、テーマがあって、それについて自分が知りたいとか、興味がある、もしくは解決したいことがあって、例えば人間関係の本を読むとかしますよね。で、それで興味がある状態がまず一つ。で、そこから聞いて、 言ったりり読んだりする中で自分ごとととに落とし込んだりとか自分はどうだろうとかあこういうことがあったっていうのを絡ませて思考しながらその内容をこう噛み砕いて咀嚼していって吸収していっていうのが、まあ、2つ目そして最終的にはそのじゃ内容を踏まえてじゃこういうことをやってみようとかあのこのアドバイスを取り入れようとかあ学びになったなっていうこう成果物というか結果があるわけじゃないですか そうすると、まあ、ただ日本語を聞いてるっていうよりかは、その思考しながら、自分でもこう吸収しながら、その内容を理解しているっていう感じじゃないですか。だからそれを英語でもやると。じゃ英語でやるときに、そのオーディオブックとか、あの、その、ポッドキャストとか YouTube なり、何かテーマを持っているものを理解していく。 興味あるものとか、自分の悩みを解決してくれたり、問題を抱えてて、それのヒントにしたいとか、そういう、まず興味関心がある内容でスタートして、で、そこから聞きながらも、こう、どんどんこう吸収していく、自分に照らし合わせたり、ああ、そういえばこういうことがとか、あ、こういうことをやってみたら、こういう場面でできるかなとか、ああ、なるほど、なるほどっていう感じで、こう、英語をただリスニングするだけじゃなくて、同時に脳を動かして、こう、吸収していって、 で、そこから理解をして踏まえた上で、じゃあ私はどうしようっていう感じに、そういうこの一連の動作ができるのが多読多聴のすごく醍醐味というかいいところだと思うんですね。うん。なので、えっと、海外ドラマとか映画を見るのはそれはそれの良さがあるけれども、そういうテーマを持った内容を多読多聴するっていうことを私自身が続けたことで、その英語を聞きながらどんどん理解してついていって、 英語を理解する,だするスピードも処理能力も吸収能力もそれを聞きながら自分は思考してとかそういう脳の動きが可能になっていっただと思うんですよね。うん、なので多読多聴する時のポイント3つ目としては何か興味関心のあることを理解するための 内容をあの選んでその理解しながら聞くっていうことをやっていくとすごくただ英語を聞くただ聞き流してるとかただ英語を流してるとかただ英語に触れるために聞くとは全く違う効果があると思っています。うん脳の,の使い方も絶対に違うし、まあ、ただ英語を聞いておかないとなあの英語力が落ちちゃうからディスニング力が落ちちゃうから聞いておこうっていうのとは全く全然違う効果でね得られるものが違うかなと思いました。 4番目はたまに発音を意識してみるといいですね。これ例えばあの英語を読む時とか英語を聞く時って例えばこうあこういう単語があるんだってこう一瞬止まって考えたりとか本当に一瞬1秒とか2秒のレベルであこの単語を使ってたけどこういう使い方があるんだとかって思うことってないですかね。 別にそこに意識してるわけじゃない。内容にフォーカスしてるんだけど、ほんのたまにそういうところがポッと浮かんでくるってことありますよね。うん。それを発音でも意識していることが私は多いです。はい。なので、聞いていて、単語がぽっと目についたように、音がぽっと目につく。例えば、あ、やっぱりなんかこう、アメリカ人の人ってこういう発音するよねとか、やっぱりこの F の音がとか、じゃこのあーって音はあーって音だとか。 そういうものがこうピーンってこう入ってくる瞬間があるというか、それをちょっと気に,気になる、気になる、あのー、タイミングが何回かあるんですよね、うん。そういう感じで、本当にたまにでもいいんですけど、発音の音,音の質というか、そういう特徴とかも意識して聞いていくと、あのー いいかなと思います。でもちろん、多読多たなので、さっき言ったように、理解することをメインにしたいんだけど、まあ、ちょっとだけ余裕があるときってありますよね。でそういうときにこう、発音をポッて意識している聞き方を私はしているなと思ったので、書いてみました。例えば、うーんと、例えば、あの、ポッシブルっていう単語があったときも、じゃあ、パ o s ブルってなったときのこう、ポッっていうピーノととか、あーっていう英語の動画、やっぱり、 こういう音だよねみたいなのを possible のその possible の possible のパーっていう音がこうシュって入ってきたりとかじゃ例えば s の音がスって入ってきてああやっぱり英語を話す人はこのぐらい s の音ってすごい鋭い音を出すなとかそういうなんかうん印象とかイントネーションの特徴だったりとかそういうのもこうポッとこう気になるアウ,アウェアネス的な意識が たまに出てくるのもいいんじゃないかなと思いました。はいし、私も常にやってる感じです。最後に聞く時間ですね。聞く時間はこの間そのリスニングがね伸びないんです。っていう伸びないんです。っていうか。もう。彼女はものすごく英語力が高くって、もう英語上級者を超えていると思うんだけれども。あのでもなんか英語をずっと聞いてるし、多読立ちも続けてるんだけど、なんかこれ以上。 全部聞こえるっていうところに到達できる気がしないんですっていうふうに相談してくださったんですね。で、えっとまあ普段やってることを聞いたところ、聞く時間としては1日30分英語を聞いていて、あちなみに日本にいる方ですね。1日30分聞いていると。で、お昼食べてるときに英語を流して、まあ、聞き流しになってることも多いけれども、えー、30分は聞いているってことでした。うん で、多読くちを、多読くちだって、多読くたをしていることと、あの、毎日聞いてることっていう、素晴らしいことですよね。素晴らしい。で、習慣にもなってる感じなので、そこは OK。で、うーん、ただ、ただですよ。これは別に日本に住んでるからとか、海外に住んでるからっていうの全く関係なくて、1日の24時間の中で30分だけ英語を聞くっていうのは多分、成長の伸びは感じづらいと思うんですよ。多分、キープになる。 現状維持になるなぜかというとその私がアメリカに9年くらい前に来る前の,その日本に行って大学に行って っていて、どかその後卒業して会社員を日本の東京でしていた時を思い返すと、多分30分以上は聞いていたんですよね。で、その時はあのクタ多調っていうよ。りかはあの海外のリアリティドラマとか映画とかドラマとかっていうのを、あの1日3。エピソードぐらい見ていたりしたので、多分それで1時間半とか。まあ1時間以上はだいたいほぼ聞いていたと思います。うん。 で、それもあって、で、それ、それに加えて、アメリカに来てからは、その、オーディオブックとか、ポッドキャストとか、何かを理解するっていう3番にお伝えした、この内容で、多読多聴調をすることに、する時間が増えたのであの、質も良くなったし、理解するっていうことが入ったので、質も良くなったし、時間も確実に増えたんですね。 なので、それを考えると、もし、じゃあ、日本で社会人をしていた頃の私もそうだし、アメリカに来てからの私もそうだし、もし1日30分だけ英語を聞いていたらどうなってだろうっていうと、多分、伸びは低かったと思うんで,思うんですよ、うん。なので、特に彼女みたく、英語がもうすごく、 ね、文字分ないぐらい力がついていて、そこからさらに突き抜けたいっていう方だったら、30分は多分絶対に足りなくって、あのー、もっと伸ばした方がいいと思います。で、その伸ばすために、一つポイントなんですけど、これは私もずーっと思ってることで何回かね、動画で言ってるかもしれないですけど、英語を特別なものを扱いしたりとか、英語を勉強感覚にすると、 続かないんですね。なので、例えば、ん、えっと、そうなの、えっと、毎日12時から1時間は英語を聞くぞとか、9時から9時半はこの NHK のこれを聞くぞとか、そういう感じのこの、こう、よしっていうこの、この、方が、なんていうの、これ。 肩に力が入っている感じとか、あの、だってさ、あの、日本語で12時から毎日日本語聞こうって,って当たり前だけど思ってないじゃないですか。単に、あの、12時から暇だから YouTube 見るかとか、そういう感覚ですよね。だから、その感覚に英語がなればなるほど続けやすいし、長期的に見て上級者の方も伸びるんですよ。これを単語をやろう。シャドーイングをやろう。とか、 多読をしようううっていう感じのなんかこう日,本語の日本語で同じことをやるのよりもちょっとなんかこう特別扱いになってるなんかこう。新聞読もうっていうよりかは情報を取るために新聞見ますよね。日本語で YouTube 見るぞじゃなくて単に見たいから見るじゃないですか。本を読むぞっていうのは、まあ、勉強のために,なにこう意識してやるかもしれないけれども まあ、とにかく、英語で同じことをやることに対してハードルを上げないっていうのが大事です。うん。だから、なるべく生活に取り入れていく。普段、え、日本語でやっていることを英語でもやる。日本語で料理の動画を見てるんだったら、それに一部英語を足していく。日本語で、えー、っと、なんか、興味のある、 わかんない。じゃあ自己啓発を学んでいるんだったら、それに一部でも英語の YouTube を見たり、ポッドキャストとかオーディオブックを入れていくっていう感じで、あの、英語特別扱い、英語様にしない、<laughs> 英語様様みたいな感じに特別扱いしないで、もう日本語と英語も同じ同等扱いにするっていう感覚で、英語を一日の中で取り入れていくとすごくいいと思うし、私もずっとそういうふうにしてきました。英語を特別扱いは、 し,してたかもしれないけども、やり続けて、多分特別じゃなくなったのかもしれないですね。うん、考えてみると。でもまあ、とにかく、聞く時間が30分以上は絶対必要だと思う。特に、ガッて伸ばしたい、ガッての伸び、伸ばしたいっていうか、現状維持を超えたいんだったら、どのレベルの方も30分以上は聞いてほしいですね。うん。はい。という感じで、長くなりましたが、たどこ立するときのポイント一つお伝えしました。綺麗なものばかり聞かない。 性別を偏らない何かを理解するための内容を選ぶといいよということと発音を意識してみるそして聞く時間は、うん、できれば1時間もっとできるならもっとあった方がいいと思います。はい。で、これをね、ぜひあの追加して多読多聴の効果を上げていってほしいなと思います。はい。では今日は以上です。ありがとうございました。Thank you so much for watching.